深い青の世界越えて巡り合う風が通り抜けてく舞い降りた真っ白い羽ふわり揺れて星になくかけがえないあなたを包みたい愛する人調査いたしますわ。システムダウンって本当なの？はい、そうみたいです。まあ、無茶な契約だったものね。ん？そんなの受理するシステムがいけないのよ。私のお姉様を独り占めにするなんて。じゃあちょっと調べてこようかしら。あ、私も。あんたはシステムの修理でもしていなさい。さてと、行きますか。だいぶ暖かくなってきたね。ええ、そうですね。そのくしゃみ、治らないね。はい、今までこんなことはなかったんですが。もしかして環境のせいかな。そうでしょうか。大丈夫？やっぱり帰った方が。でも買い物の途中ですし。大丈夫、俺に任せて。ベルダンディは先に帰って休んでなよ。そうですね、すみません。でもこういう時って強制力は働かないのかな。そこまではどうでしょう。それに今強制力は。とにかくベルダンディは今日家で休むこと。いいね。はい、すみません。くしゃ。すみません。いらっしゃい。何にいたしましょう。くしゃみに効く薬あります？それならこれとこれがおすすめよ。え、これ大丈夫？何言ってるの？これで彼女もイチコロよ。なんで彼女ってわかるんだ？しかもなんと今ならこのスペシャルビデオをおまけにつけちゃうわ。ビデオ？これを見ればあなたの悩みも一気に解決。実践的な情報満載なんだから。はあ、じゃあそれください。毎度ありがとうございます。ただいま。お帰りなさい。とりあえずくしゃみに効きそうなの買ってきたよ。ありがとうございます。それを飲んで部屋で休むといいよ。すみません。いいって、ベルダンディにはいつも元気でいてほしいからね。ケイチさん。だから無理しちゃダメだよ。はい。
そういえば、あのビデオって何だったんだ？あ、ベーターだ。お、なんだ？え？はい、こんにちは。このビデオではちょっと恥ずかしがり屋さんのあなたのために女の子とあんなことやそんなことができるテクニックを伝授しちゃうわよ。え？そこの勇気のなさそうな君、彼女とのキスは済ませたのかな？うん、女の子は時として強引に迫られた方が嬉しいこともあるのよ。そうなのか？って妙にリアルな演出だな。背が低いからって落ち込んでちゃダメ。男は度胸よ。まるで俺のこと知ってるみたいだ。それじゃあまずはインパクトのあるキスの演出から。雰囲気作りも大切よね。これは？ケイチさん、この薬なんですけど。ケイチさん？ビデオから足が。ケイチさん！女が。ビデオ？すみません。ちょっと記憶を見せてもらいますね。かの者の記憶と記録の本流を呼び起こさん。やっぱり。あれ、ベルダンディどうしたの？ウルド、いるのは分かってるのよ。ウルド？ウルド！うわぁ！ジン、やっぱりバレたくん。あ、薬局の！二級神管理限定、ベルダンディの姉のウルドです。よろしくね。お姉さん？いやぁね、そんなに見とれなくたっていいじゃない。姉さん、どうしてここに？強制力に障害が出ているのは、あなたもわかっているでしょ？ここ数日、体調にも異常が出ています。なぜだかわかる？いえ。あんたが悪いのよ。え？あんたが一人の女神を独占していることで、得意点が発生して、システムに異常が起きたのよ。あれは、その場の流れっていうか、雰囲気っていうか。でも、願い事はシステムを介して、正式に受理されたことですし。そうは言っても、前例のないことだからね。俺とベルダンディが一緒にいちゃまずいのか？心配しないで、それを私が修正しに来たの。でも、それは姉さんの管轄外じゃないのかしら。可愛い妹のために来たんじゃない。それに、神様の許可もちゃんと取ってあるわ。それなら、いいんですけど。システム管理はどうなっているんですか？なあ、それならあの子が頑張ってるわ。ああ、もうウルドのバカ！願い事、破棄されたくないわよね。もちろん、俺にできることなら何でもするよ。よく言った。ちゃんと協力してね。わかった。なんだか大変なことになっちゃったな。大丈夫です。姉さんはああ見えて、女神としての力は私以上なんですから。そうなんだ。ただ、時として、やり方が強引なこともありますが。何してるんだよ。あなたに話があるのよ。え？強制力のこと。お？中に入って。お、強制力っていうのは女神の支援システムの一部なわけだから、それが治らないとベルダンディは余分な力を使ってしまうのよ。それで体調を崩して。それで力を回復するには天上界に帰らなくちゃいけないわ。そんな、さっき大丈夫だって。だから言ったでしょ、あなたの協力が必要なの。俺の？実は得意点であるあなたの情報にエラーが出て、システムに異変が起きたの。
でも、あなたの遺伝情報を天上界に送れば解決するわ。どうやって送れるの？ベルダンディとの物理的接触、すなわちキスすることよ。もっとあれの方が完全なんだけど、まあ、あなたにそれを期待するのは無理そうだしね。とにかく、そうすることであなたとベルダンディはこれからも一緒にいられるのよ。でも、安心しなさい。私の言う通りにすればいいの。本当にやるのか？ここまで来て往生際の悪い。ベルダンディ？ああ！はーい。ほら。どうしたんですか、ケイチさん？いや、その、くしゃみは大丈夫かなって。はい。それより、ケイチさんこそ、顔が赤いようですが。え？俺は平気だって。うん、ダメだ。ケイチさんの心の色、黄色と赤が混ざって少し焦ってるような。やっぱりウルドのことで。私なら大丈夫ですよ。心配してくださってありがとうございます。ベルダンディ。行け、そこよ、行っちゃえ。あのベルダンディ、その目を閉じてほしいんだ。はい。これでベルダンディは、でも、いや、行くしか。ベルダンディ、ノア。お湯沸かしっぱなし。この意気地なし。今のはしょうがないだろ。タイミングが悪かったんだよ。仕方ない。まずはあなたの意識改革が必要みたいね。え？とりあえずお風呂にでも入って気合を入れ直してきなさい。はあ。